がついて点滅始めたら、はい、秒数ぐらい出してください。5秒前ぐらい始まりました。はい、ゆるちょっと不安定だな。じゃあ行こうか。はい、よし行こう。本日部会でしたか。始まりました。そう、今回はね、はい、3年目の佐藤と2年目の佐藤若手コンビで初めてです ね、 ね。そうよね。慣れた、福岡とか仕事こととか。そうですね、やっと徐々に慣れてはくるんですけど、やっぱりまだあんまり外も行けてないというのもあって、ね、まだ知りきれてないところもたくさんあるんだろうなって思います。中継ね、すごいもう本当慣れてね。いや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 、本当だん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 みんな上手くなって。お母さんのように。本当、本当私も安倍1軍、そう2軍、3軍です、ね、2代目か、2代目安倍さんです、3代目か、はい、そうです。そうね、安倍さんにね、たくさん教えてもらってお世話になってます ね。そう、あのですね、この2人のね、共通って何かなと思って調べたら、2人とも県外出身なんだよね。そうなんですよ、ね、佐藤さんは宮城県出身で、ね、私は兵庫県出身。そうで、あとプラス福岡に就職試験の時に初めて来たんだよね。そうなんですよ、一度もあの旅行に来たことがなくて、ね、初めて来ましたね、うん、そうだからこそ、もう福岡にね、知り合いとかもあまり、ね、いない中で来たコンビとして、はい、やっぱ地方出身者から見た福岡、ここ驚いたところ、あ、どうかなと。ここに驚いたところですね。結構ありましたか？ね、はい、結構あった。あ、なんか私も細かいのはちょこちょこありますね。そう、あの宮城県仙台市出身の佐藤っていうと、まあ、初めて、大学は東京だけど、初めて福岡に来て、で最初はやっぱり街歩いてると、なんとかだけ、なんとかだけ、なんとかだけ、けんけんけんって、もうけんけん祭りで、けんけん祭り、そう、でもアキレス腱痛いのかなってずっと思ってて、そう、そうですか、え、何けんってと思って、それ方言なんだと思って、はい、まず言葉にびっくりしたかな。確かに宮城県も結構違いますよね。宮城んだとか、んだ、そう、結構濁点が多いんだけど、そう、もうけん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 言ってて、どうしたのかなってずっと思ってたら、方言だったんだ。どうしたのかなって見てたんですか。どうしたんだろうと。そういう人もなかなかいないと思う。ありがとう。なんだろうと思ったら、ってなったかな。確かに。そう。私もその点で言うと、うん、あの結構皆さんゆっくりお話しされるなっていうのを感じました。やっぱり関西の人ってうわーって早く喋るので。確かに結構テンポ早いイメージ。そうです。うん、もう早口言葉かのように早いんですよ。うん、その点こうすごいゆっくりしてるので。なんかこうおっとり、皆さんおっとりされてて、あ、いいなっていうふうに思いましたね。あ、会話のテンポリズムね、はい、そうよね。あとね、食、あー、やっぱ全然違いますよね。 そこは私はあの福岡って言ったらラーメンだって思ってた。確かにそれは思いました。豚骨ラーメンって思ったら福岡来たらうどん、うどんでしょ。 うどんマットっていうね、番組もあるくらい、 うどんがね、びっくりして、いや、ラーメンマップじゃないんだって思って。そう、え、びっくりしなかった。びっくりしました。もう博多といえばラーメンでしたよね、イメージは。だから、え、なんでこんなうどんと思って。で、皆さんうどん本当に毎日、毎日ではないですけど、香川県の人と同じくらい食べるとかっておっしゃってて、あ、本当、はい、やっぱりそれぐらい好きなんだなってびっくりしました。ね、びっくりした。しかもやわ麺でしょ。そうですね、ほんとなんかコシのあるのが普通の麺だ、うどんだと思ったら、はい、何この柔らかい麺と思って。確かに、そう、びっくりした。そうですよね、うん、いや、本当に食で言うと本当に美味しいもの多いですよね、うん、どこに入っても美味しいと思います。まだそこまで行けてないですけど、うん、まあ、ちょっと入っただけでも感動するぐらい、お刺身とかも美味しいですし、ね、安くて美味しいよね、本当にそれ思いますね。なんか好きな食べ物できた、福岡で。いや、でもやっぱりもつ鍋には感動しましたね。あ、もつ鍋もう初めて来た時に絶対食べようと思って、うん、あの山中の、うん、あのもつ鍋いただいたんですけど、いや、本当に美味しかったです。美味しい、もう一杯いけると思いました。いや、もつ鍋感動するよね。美味しかったです。あんなにもつプリプリなのと思って。そうですよね。そう、かつなんかリーズナブルですし、ね、
これ本当毎日食べたいなと思うから。食べたいなと思いました。でも、うん、ね、野菜もたくさん入ってるし、もちプリプリだし。もうね、感動した。え、何かこう一番のお気に入りとかありますか？お気に入り？はい。福岡で。いやでも本当に食べ物本当安くて美味しいものばかりで、はい、もう感動しまくりだったんですけど。そうですよ、ね。やっぱりね、あののんべえからすると鶏皮。ああ。なえ。普通の鶏皮ってやっぱ油も残ってるから2本3本くらいで結構ちょっと限界が来てしまったりするんだけど、そうです、油がすごい絞ってある、はい、カリッカリの皮、あれでも20本ぐらい食べられるから、結構皆さんお店に行ったら一気に20本ボンって頼まれるんですよ ね、うん、びっくりしてなんか最初皮20本とか言ってる方とかいて、皮20本ってね、びっくりしましたよね皮と思って、そしたら、まあ、キュッてなったから、そう、油しもってカリッカリの、もうほんと弾むし、ビールが進みますよね。で、食べたんだ、皮。食べました、それこそ内定者時代とかに、うん、食べたんですけど、こんなに美味しいと思わなかったですね。豚バラとかも有名ですもんね。ね、そう、焼き鳥って豚バラなんだよね。びっくりしました。そういうものがあるんだ。鳥じゃないんだと思って、そう。焼き鳥なのに。そう。豚なんだと思って。斬新ですよね。そう。感動したなぁ。なんか終わる他に。福岡来てたんですか。そう。いや、でもやっぱり、道が平坦だなって思いました。どういうこと？本当に神戸出身なんですけど、神戸って坂がすっごく多いんですよ。え、そうなの？多いです、多いです。もう歩くだけで汗かくって感じたんですけど、やっぱり福岡ってバスも多いですし、平坦な道が多いので自転車を漕がれてる人も多いなっていう印象もあった。そうなんだ。え、神戸山っていうイメージがなかった坂とかあれですよね、出張で行かれたとおっしゃってましたよね。あ、そう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 、兵庫多くなかったですか？なんか結構駅周辺だったからそこまで感じなかったかな。そうなんですね、うん。山の方行く道、北山の方とかの道はすごい坂です。そうなんだ、じゃあ心臓破りの坂みたいなそこまでではないですけどでも結構あります。あ、そうなんだ、あんまイメージなかった。本当ですか、うん、ね、落ち着いた落ち着いた。そこ、いや、本当なんかいろいろびっくりするな。あと可愛い人が多い。そうですよね、本当に顔が整ってる方がすっごく多いと思います。なんか可愛い、綺麗。そう。かわいいし、綺麗な方がたくさんいらっしゃって。なんかこう、他の土地も多いですけど、雰囲気、そのオーラとかをまとってる人とかも多いじゃないですか。まとってるんですか？オーラはどういう方みたいなんですか？福岡の人って、本当に顔が整ってらっしゃるから、キリッてしてるんですよ。見ただけで、マスク上からでも、あ、純だなっていうのは。羨ましい。なんかびっくりした、こんな可愛い方多いんだと思って、食も最高だし、方言はちょっとびっくりしたなって。いや確かに。でも真似したくなりませんよ。なりません？でも可愛くない？ないだけ？ないな。そう。これだけなんですよ。って思わない？そう。関西弁って結構どぎつく聞こえてしまう時があって、なんちゃらやねんとかって言うと、おーってなるんですけど、なんちゃらやけんって言われたら、あ、いいよって言われたら。許したくない。ちょっと試しにカメラの前で関西弁バージョンと、関西弁バージョンですか？なんとかちょっと私になんか怒ったりとかしてもらって、好きやねんみたいな。あ、そうそうそう。とあと博多弁バージョン。ちょっとこれでたまらない。エセになりますけど大丈夫ですか？たまらないよ。じゃあ佐藤さん、好きやねん私っていうのと、うん、拍手してくれて。そう、今ね、五十嵐ちゃんがね、カメラ担当で。グー出ました。グー出ましたよ。じゃあ、博多弁で。はい。佐藤さん、好きやけん。あ、皆さん、ごめんなさい。好きやけちゃん。これでいいんですか？いや、もうね、どっちもキュンってくる。ならないです、ならない、ならない。いやなんか、でもいいですよ。響きがいいです。響きがいい。どっちも。余韻がこうある感じ。余韻、キュンキュンキュン。余韻をありがとう。いや、やっぱさ、思ってることがほとんど一緒だったね。美味しいものもあるし。やっぱりね、そうですよね。うん、なんかこう、私も初めてその試験で行ったんですけども、その瞬間から、福岡いいな、すごい素敵だなと思ったんですよね。はい。うんうん、その点、魅力いっぱい詰まってるなって思います。うん、
ねえ、もう本当福岡に就職できたからね。もっともっといろいろ回りたいですね。ね、コロナ収まってやら行こう、行きましょう。ね、心からの声が。そう、心からの声。ね、遊びたいよね。遊びたいですね。ね、遊びたいですね。よし。そう、今後ね、じゃあ遊びに行こう。行きましょう。約束です。約束しました。はい。さあ、YouTube、そうですね。はい。YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。